We are here. WA Radio. WA Radio. クリーワミノル。大塚ひろこ。柿畑まゆ。いやなんかね、ニューヨークに 3,4 軒回ったっておっしゃったじゃないですか、はい、そのきっかけだったり仕事で行ったりとか、うんうん、そのなんかプロとしての音のなんか響きとか、うん、何だろう分かんない、なんか話聞かせてもらいたいなと。あ、そうですね、その時、目的は何だったかな。あ、そうだ、私は DJ をしに行ったんですね、ニューヨークで。それがすごいと思うんだけど。そうだった、あの A1 レコードっていう、あの結構老舗のレコード屋さんがあって、うんうん、そこであのインストアで DJ をするっていうあのことで行ったんですよね。そうだ、だから軽く言ってるけどすごいことだと思うんですけどそうか、ね、なんかでもあのなんだろう、そのミキサーがね、ウーレーミキサーがドンってあって、かなりあのいい音が鳴ってたな、うんうん、レコード屋さんながら、うんうん、ながらっていうか、まあ、うん、すごくクロスオーバーな感じというか、うん、レコード屋さんの中でこんないい音が出るんだっていう感じで、すごく面白かったなと思って、うん、でそのついでに、まあ、あの1週間ぐらいであの時間を作って、うんうん、でもその時はもうリアルなこう今作られてるジャズにすごく興味があった時だったので、2014年か15年とかかな、その時だったので、あのもうそういうクラブは全部行ってやろうと思ったり、うんまあ、と言いつつもやっぱりレコード屋さん周りもしたいし、うん、であとはそうだな、ニューヨークにいる狭間美穂さん、あの作曲家の方にインタビューをしに行って、でジャズジャパンとかあのジャズの雑誌にちょっと自分で売り込んで載せてくれとか言いながら、あの記事を作ったりしてたんですけど、うんうんうん、そうですね、なんかやっぱりそのライブハウス巡りはやっぱり自分の意識がもうそこにあったので、すごい面白かったなというか、うん、今起こってることをちょっと聞きに行こうっていう感じで、うんうん、そうですね、だから、ブルックリンの方からあのブルーノートがある中心のところ、はいはい、まで1日3軒 4軒ぐらい回っててね、スモールズとか、あ、そうですね、うん、あそこ行きました、ね、私も、うんうん、すごくね、本当雰囲気が、あ、こういう小さいところだけど、なんていうかね、こう親密だけど本格的、うん、なんか本場の人が出てて、うん、っていう感じが あってすごい、うん、ね、よかったですよね。なんかそうブルーノートの印象もやっぱり東京の印象とかすごくこうカッチリした感じっていうのがなんか日本でいるとあるんだけど、全然カジュアルで、あ、そっかこんな感じにみたいなね、これでいいんだって思うでしょ、ね、そうこれでいいんだって、ね、本当ああなってほしい、うん、そう思いますよね。そのなんか向こうで、うん、自分なんかほら、オーディエンス側じゃないですか、うん、なんていうの、聞くだけですけど、うんうん、選ぶ側じゃないですか、大塚さんって、うんうん、なんて音に対する専門家だと思うので、うん、例えば感じ方ってあると思うんです、私全く違うと思うんですよね、はい、ライブ行ったとしても、あとレコード屋さんの雰囲気とか、はいはい、うんうん、こっちと全く違うに寄せてるけど、うんうんうん、こっちって、はい、あ、分かります、寄せてるっていうのは寄せてるのあるじゃないですか、うんうん、でもなんか違うでしょう。そうですよね、そうそう、すごくなんか日常的ですよね、うんうんうん、私もあの車レンタカーして郊外の方のレコード屋にもあの探しに行ったんですけど、うん、なんか地方ごとにもやっぱちょっと色が違うっていうか、うん、あの、うん、ちょっと学生街のところに行ってみたり、ブルックリンのところ行ってみたり、いろいろしたんですけど、うん、なんかもっと日常的だし、おばちゃんとかも普通に買ってるから、あ、もう こういう感じいいよなって、分かる分かる分かるねえ、なんか本当にラフな格好でもあのいろんな人が買ってるので、さっきのパリの話もそうだけど、うん、音楽に対する日常感って違うじゃないですか、うんうんうん、はい、そうそうね、そこそこ、なんか日本、別に日本は否定はしないけど、音楽好きって言葉すらおかしいと思ってて、うん、あ、そっか、うんうん、そうですね、言われてみればね、そうそう、趣味っていうか日常でしょって自分は思ってて、うんうん、よくあの前にも話したから、ジャズのこと教えてくださいって言われても、いや、わかんないからそのことって
気持ちいい、それいいんじゃないってよく言うんですけど、まあ、そういうのってあるじゃないですか、ね、ニューヨークって特に、うん、そうですね、特に、うん、いやなんか気持ちいいなこの音みたいな、うん、あの感覚って私は聞く側だし、うん、届ける側じゃないですか、はい、なんかそういうプロのなんか感じ方を知りたいなとかちょっと思ったりしたりして、そうか感じ方ですか私もでも本当にリスナーって言ってて、ね、いう感じの、ね、リスナーじゃなきゃいい音出せないことはありますけどそうですよね、そうか感じ方か、そうですね、感じ方か、いい言葉がなかなか思い浮かばない、そうですね、なんかでもなんかまあにどうなんでしょう、これ匂いとかもそうですしね、なんかその歩いた感じというか、うん、そういうとこから来るなんかこうなんかちょっとまあでもその時私がニューヨーク行ったのも結構そのジャズが新しく面白いって言われてる時期だったので、うんうん、でやっぱそんな空気感とかを元にちょっと似た雰囲気のあるものを日本の曲で探そうとかっていう風に思って、はい、コンピレーションを作ったなぁなんて思い出しましたけど、そうですね、うん、なんかそう日本のミュージシャン、そうですね、あえてコンピあえて、なんかこうニューヨーク行った代わりになんかあえて日本だけにちょっ とあのフォーカスしてみようかなっていう、まあ、ドメスティックなところをあえてやろう、でもそのニューヨークとかでのなんかちょっと面白い動いてるジャズっていう、うん、その感覚だけはこう同じようにこう同じような感覚を持っている曲を探そうなっていう感じで、でいろいろすごく探して、でさっきあの言ったみたいなあのロイ・ハーグローブの演奏でやってたすごくあの一体感がある素晴らしい曲があって、そこをやっぱカバーしてる人たちが日本人でいてみたいなところでいろいろつながってって、でなんかその感じはなんとなくね自分の中でもちょっとトピックとして感覚を、うん、印象を持ってちょっと仕事としてたかなって感じにありますね。でちゃんとインプットしたものをこっちでアウトプットできたわけですよね。あそうですね、言われてみればそうでした ね、うん、その体感度って違うんですよね、うんうん、そうかも、なんか吸収度合いが違うというか、ニューヨーク歩いてるだけで、あ分かります、そう分かりますね、今思えばなんかすごくなんか、うん見放いが、うん、ああこれ映画のこのシーンだみたいな街が普通にあるわけじゃないですか、はい、例えば、うんはい、古いスチームがシューって出たりとか冬とか、うん、いやいやこれこれこれみたいな、あそうかあるじゃないですか、ね、ちょっとホットドッグ食べちゃうかなみたいな、うん、いやいやそんな食べなくていいかなと思うんだけどでも食べちゃったりするわけでしょ、うんうんうん、なんかそうするとフラッとなんかライブハウスに行けちゃうじゃないですか、うん、そうでした、うん、なんかよし今日はライブに行こうって思う、うんはいこの街とは違う、うんうんうん、あの感覚がすごく好きなんですよね、そうですよね、あるな、いやしかもピンキリだし ねさっきの地下鉄の話ですけど、はい、ニューヨークの地下鉄もいるんですよミュージシャン、うん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 、まあピンキリですそうかやめろっていう人もいますね、そうかニューヨークはそうなんだ彼ら本当例えばサックス一本吹いて、うんうん、チップもらって、うん生活のためだけにしてる人と、うんうん、メジャーになりたい人って、うんうんうん、一回フィルターかかってないから混在してるんですよ、うん、なるほど、なので耳障りになる音もある、うん、いやもうやめてっていうでもそれもなんかニューヨークの音だし、まあねそうだね、自分幸いニューヨークいっぱい行かせてもらってたので、うんうんうん、なんかその感覚っていうのを忘れたくないですよ、うんうん、いやそうですね、あの変な話がさっきのレコードあったじゃないですか、はいはいはい、私も向こうに行って、うん、日本に売ってないレコード買いレコードない CD ないレコードは当時集めてなんか見るだけにして、うん、CD を買おうと必ず言ってたんですよ、うんうんうん、でもなんだかんだ結構持ってたし、うん、ジャンルが絞られちゃったから、うん、バーって見てあインポート版だと思って買った、で喜んで買ったんですよ、はい、で帰ってきてインポート版だと思って開けるじゃないですか、うんうんうん、日本語書いたんですよあインポートってそういうことみたいなあそっかそっかそっか、しかもサラボーンで同じもの2枚持ってたダッセーと思ってあーそっか、そう確かブルーノートの近くのレコード屋ですよ、あそっ
そうですか。調子に乗って買っちゃったんですよ。遅くまでやってるじゃないですか、うん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 、普通に街のレコードやって。そうだそうだ、うんうん、で普通に街のなんか帰宅する人がレコード買ったり CD 買ったりしてる、うんうんうん、そういう店に入ってってインポート CD セールとか安い日本しかも持ってるしこれって気がつこうよっていやっていうのはありました。いいですね。でもそのくらいなんか音に触れたくなる街ですよね。わかります。すごい。